選挙が終わった参議院選挙が終わった翌日7月11日の記者会見で安倍総理大臣はやはり私たちが選挙中に指摘をしてきましたけれども選挙が終われば必ず憲法改悪憲法改正の話を持ち出してくるそしてそれは公約に書かれていたからだというふうに言う公約には一番最後に小さな字で憲法の改正を目指すというふうにしか書いてないわけでなかったわけでございますし選挙期間中も憲法改正のけの字も言わない安保法制の案の字も言わない姿勢を一貫して貫いてきた安倍総理大臣でございます。しかし衆参で衆議院でも憲法改正勢力が3分の2を占める参議院でも自民党単独で過半数を占め与党の公明党改憲勢力と言われている大阪維新や日本の心などを合わせると参議院242議席中164議席を確保し3分の2を占めたわけでございます。今後憲法審査会などにおいてまずどこの項目から議論を始めるかというような憲法改正に向けての議論が加速されるというふうに思われます。野党第一党の民進党の岡田代表も9条以外なら議論を行うというようなマスコミの問いに答えていることからしても憲法改正の議論が進んでいくことが危ぶまれるわけでございます。もちろん私どもは現行日本の憲法が変えてはならないというような熊の大典だというふうに思っているわけではありません。それは例えば今回の安倍政権によってまさに解釈改憲によって安保法制が作られてしまった逆にそういった抜け道を作ってはならない立憲主義をきちんと守るようなそういう憲法の改正をしていかなければならないというふうに思うことはあっても逆に自民党の憲法改正草案のようにこれまでの国民のための国家から国家のための国民に変えるような憲法の改悪は絶対これは許してはならないというふうに考えております。この間社民党は多くの市民の皆さん労働者の皆さんとともに憲法を守る運動として五権連合の取り組みあるいはこの日本から原発や核兵器をなくしていかなければならないという立場で減税金の運動にも取り組んでまいりました。あるいはこの地球環境の中で一人一人の人間の生きる環境を守っていかなければならないこういう考え方から食と緑水を守る長野県民会議あるいは松本地区会議などの取り組みも行ってきました。あるいはモータリゼーションが進む中で排気ガスによる二酸化炭素の増加の問題やあるいは地域における渋滞の問題こういったことから地域公共交通を守る取り組みも社民党は運動として行ってきました。考えてみればこれらの護憲や減税金やあるいは環境を守る取り組みそして地域公共交通を守る取り組みこれらは一人一人の国民の命あるいは人間の尊厳基本的な人権これらを守る取り組みだった運動であるというふうに思うわけであります。例えば地域公共交通を守る取り組みは自らが車の運転をできない高齢者やあるいは学生の皆さんの移動をする一人一人の個人の権利を守るための取り組みであるわけでございます。地域公共交通もモータリゼーション化の波の中で
極めて厳しいそれぞれのタクシーやあるいはバスの会社の経営状況というものがございます。しかしこれを単に自由競争の中に投げてしまえば、今後10年20年の中で公共交通が廃れていってしまう、そういう危機感を私たちは思っています。だからこそこの松本地区においてもアルピコ交通、アルピコの会社再建の中で地域公共交通を再建していかなければならないという観点からシンポジウムを行ってもきました。そういう中で例えば安倍政権以前の自民党政権の中で規制緩和が行われ、タクシーも自由に会社を作ることができるようになった、観光バス会社も自由に会社を作ることができるようになったという中で過当競争があり、そして安全安心が確保されない中で、例えばあの1ヶ月前の軽井沢でのバス事故などもあったわけでございます。私たちは国民の安心安全を守るという観点や、あるいは一人一人の国民の移動する権利を守るという考え方、つまり一人一人の国民の基本的な人権、個人の尊厳を守る、こういう立場からも地域公共交通ということを大切にしていかなければならないというふうに考えてきたわけでございます。しかし振り返ってみると、今の安倍政権の下で本当に国民の個人の一人一人の個人の尊厳、そして基本的な人権が守られる政治が行われているのでしょうかということを、参議院選挙の中でも私ども社民党は投げかけてきたわけでございます。今日お配りしているチラシは実は2種類ございます。一つは琉球新報の号外、7月22日に配布をされた琉球新報の号外を配らさせていただいております。この本土のマスコミではほとんど報道をされていないことが、沖縄の琉球新報やあるいは沖縄タイムス、あるいは沖縄のテレビ各報道局では一番のニュースとして流れていたのが、この沖縄県東村にある高江のオスプレイのヘリコプター発着基地ヘリパッドの工事着工のニュースでございました。ご存知の通り、今沖縄県では全ての多くの県民が反対をし、県議会も反対をし、そして反対する国会議員が当選をし、反対をする県知事がいるにもかかわらず、名護市辺野古に辺野古沖の新基地建設が強行をされようとしています。今国は和解の手続きをこれまではしてきましたけれども、沖縄県が大浦湾ジュオンが住むという本当にきれいな海を埋め立てることに反対をしていることに対して、改めて裁判で申し立てをする行為が行われようとしている。参議院選挙の間は話し合いで解決する格好を見せておいて、参議院選挙が終わった途端に強硬的な態度に打って変わって新基地建設を強行しようとしています。そして一方で、沖縄県中部北部にある東村にオスプレイをはじめとした軍用ヘリコプターの発着基地ヘリパッドの建設を進めようとしています。すでに6カ所作る計画のうち2カ所が作られ、その2カ所のヘリパッドの発着訓練だけでも、東村に住む人たちにとっては極めて厳しい生活条件のに変わってしまいました。米軍のジェットギア、あるいはオスプレイは極めて大きな騒音、防音を立てる軍用機でございます。音源でおよそ124デシベル、聞く側の音量でいうと90ホーンという大きな音でございます。
過去に私ども松本地区五県連合などで作る実行委員会で 12.8 の不戦の集いの時に勤労者福祉センターを借り切ってこの音源で124デシベル、そして聞く側の音の大きさで90ホーンの爆音ということを経験をしたことがございます。これは耳を塞いでいても聞こえる音、あるいは耳を塞いでいても内臓が揺さぶられるような音でございます。つまり抗いようのない抵抗しようのない音の暴力が124デシベル90ホーンという音でございます。この音の中に毎日毎日暮らし続けることはとてもできないということで、地元の住民の皆さんはこれ以上のヘリパッドの基地建設は反対だということで、沖縄の県民の皆さんの力を得ながら21日には1600人の集会を行い、そして22日には工事が再開をされるということで、そのまま座り込みを始めたわけであります。夜中中徹夜で関東各地から集められた機動隊との小競り合いが一晩中続いた。機動隊の方は半数交代でやっているのでそうは疲れないわけでございますが、こちらが疲れてきた22日未明朝6時に強行的に機動隊が座り込みをしている住民を一人一人剥がすように、そしてまた抵抗をする住民には暴力を使って排除を始め、結果的には22日にヘリパッドの基地建設が始まってしまいました。多くの本土の皆さんが関心を持たない、あるいは持つような報道がされない中で、強硬的にまさに暴力によって力によって基地建設が進められているというこの事実が、私は日本の憲法が本当に国民の一人一人の個人の人間の尊厳を守る政治をやろうとしているのかといえば、それは全く違う、180度違う話だというふうに言わざるを得ないわけでございます。もう少し自分たちの生活や働いていることに引き戻して、この人間の尊厳や基本的人権が今この国の政治が本当に守っているのかということも考えてみたいというふうに思います。東日本大震災から5年と半が経過しようとしています。福島第一原発の事故もありました。もちろん熊本のその後の地震ということもありました。日本の憲法が一人一人の幸福追求権を保障している、一人一人の個人の生きる権利を保障している、だからこそ東日本大震災でも、あるいは熊本の地震においても復興をする、復旧を進め、もう一度きちんとした生活ができるように国も熊本県も、そして被災自治体も全力でそこに当たるのは、まさに憲法が一人一人の国民の生活を命を守らなければならないからであります。では一方で福島の原発事故はどうでしょうか。これまでの年間の追加被曝1ミリシーベルトという基準を、原発の事故があったから原子力災害緊急事態の宣言下に今あるということで、それを20倍に引き上げて、本来ならば放射線管理区域として一旦そこに入れば、そこから出るときには全ての放射能を洗い落とさなければ出られないような、そういう場所に県民の皆さんをそこにもう一度戻して生活をさせる、子どもたちをそこで生活をさせようとしているわけでございます。8月の5日には私どもは減衰勤として勤労者福祉センターで、信州大学で環境社会学の教授をやっている千野先生のお話を聞きます。
また翌日には松本市長の菅野谷明さんからベラルーシでの取り組みの報告も聞くこととしておりますが、ぜひ改めてこれはご案内を申し上げますけれども、一体20倍の放射線の中に人が暮らすということがどういうことなのかということを、ぜひとももう一度人として人間の尊厳を守る憲法を持つ日本の国が、政治が行うことができるのか、私はとてもそれはできないことだというふうに思うわけですが、考えていかなければならない問題だというふうに思います。そしてアベノミクスの下で本当に儲かっている企業だけが儲かり、儲かっている人だけが儲かり、一方では非正規労働者だけが増えていく、格差が拡大をしていく、そしてまた年収が平均年収の半分以下の貧困世帯が6人に6世帯に、子どもたちで言えば6人に1人というような事態で貧困層が拡大をしていく、一人親の世帯では2人に1人 54% が貧困世帯になっていくというような、格差と貧困が拡大をしていく、まさにそれは政治が行ってきたわけであります。労働者派遣法の改悪も行われ、派遣労働者は一生派遣労働者のまま、本来正規労働者に変えて派遣労働を行うことはできないわけでございますが、しかし3年経って派遣労働を続けなければならないのであれば、人を変えれば派遣労働が続けることができるという法の改悪が行われました。結果として派遣労働者が手よく使われて、そして3年経って捨てられていく、また変わって新しい派遣労働が使われていくというような事態がこの日本の中で進んでいます。これが本当に政治が行っている個人の尊厳、基本的人権を守る政治だというふうに言えるでしょうか。私どもは今回の参議院選挙を通じても、そしてこの後安倍政権が行おうとしている憲法の改悪を何としても許してはならない、こういうふうに思うわけでございます。